スタートしまししままたた揃いましたさあ先行争い、内から1番のクラスペディアしかしそれを制して6番のベルビー・スタローン先頭さらに4番のレイピアが並んでいきます2頭の直後、トめに8番のエイシン・ワンドが3番手ハンバシン10番のアーリントン・ロー4番手。 花を取り切ったのは4番レイピア、体半分のリード、6番ベルビー・スタローンがじわっと差を詰めて、3番手に8番のエイシン・ワンド、第4コーナー、オカーブ直線構成、さらにその外からは10番のアーリントン・ローが差を詰めて、残りすでに400を追加さあ、最内いっぱい、先頭4番のレイピア、リードは3馬身ぐらい、外から8番のエイシン・ワンドが追ってくる、さあ、並んでくる、そしてその後内からは3番のアブキールベイ200を追加さらにそのから10番のアーリントン・ローと、1番ストは1番のクラスペディア、さあ、馬バ,バの真ん中からさあ、抜けたのは8番のエイシン・ワンド。 クラス・テディア、ワーリントンド、エイシン・ワンゴールインスタートしました、ちょっと5番の体勢カレント、出てからつまずいた感じで、後ろからになりました、隊列が決まるでしょうか、外から6番、シン・フォーエバー、やや首をのぞかせて、内に4番、マイネルチケット、さらには1番のアルテベローチェ。 内橋沿いに6番シン・フォーエバーリード1マシンほど。 仕事分離れた外に7番のフードマン2頭の間をつくような感じで4番のマイネルチケットですさらにはスカル3番アルデッキーの横に4頭広がっていますが内手粘り込みを図る6番シン・フォーエバーに並びかける4番マイネルチケット2頭の外にシンになって3番のアルデッキーの前の2頭を狙っている離れた外からアルテッローチェババの前のん中を貫いていく。内から4番のマイネルチケットシン・フォーエバー外から1番のアルテベローチェ横に広がっている外から1番のアルテベローチさらに大勢カレント先頭1番のアルテベローチェーリン スタートしましまた。バラついたスタートになりました、わずかに5番、555とがいいスタートか、中を押して7番、ロザリアン、さらには内から1番、コパノ・マロンも行こうとしますが、2コーナーにかかるところでわずかに555と先頭で2コーナーから向こう上面に向かいます。 12番、リンゲル・ブルームその後からは、ヒシヤマン鳳凰雷大一番外からはワールドキスとずらっと横に広がって4コーナー回っていきます横に7頭、8頭横に広がって4コーナーから直線に向かうところで今度は8番、ヒシヤマン馬場の4部どころ楽に先頭に変わったこれを追って鳳凰雷大ワールドキス内は2番のグランカメリア200を切りました抜ける、8番のヒシヤマンリード3馬身、4馬身独走に入る2番手は外から4番、ワールドキスあるいは11番の鳳凰雷大接戦先頭、8番のひしやまゴール 2着4番ワールドキススタートしましたポーンと1番のフリッカージャブ左右打ちから好スタートそのまま逃げていきますリードを早くも2バ身シに取りました押して追っていった6番のダイヤモンドピラー2番手に上がって外は8番グレートシューター2番手3番手です 直線コースへと向かってきますこの外に持ち出して6番ダイヤモンドピラー2頭のインを狙って3番上海の花この外12番のオーバースタンド残り400を切って外からグレートシューターに14番レモンバーム2番手以降は広がっている坂を登ってきました先頭を粘る1番フリッカージャブリードを鬼シンキープ残り200を切りました外から14番のレモンバームが追い詰めてくる粘る1番フリッカージャブ14番のレモンバームが捉えた3番手には離れて13番ポッドビル上がる抜けたレモンバーム先頭ゴールイン 2着に1番、フリッカージャブスタートしました、ちょっとばらっとした飛び出し、ヒデノブルースカイ、後ろからになりました。 さあ先行争い内から5番の西野ラバンダが先手を取っていきましたリードを1馬ンこれを追って6番モズナラスターが2番手につけます3番手内から1番エンドレスサマーが上がってきてその後4番手に7番里のカルナバルです 400を切って4コーナーカーブに向かいます逃げた5番の西野ラバンダのペースリーロー、一馬身。ン、同枠外から6番、モズナスター接近4コーナーから直線に向かって内を狙って1番エンドレス様は前下がなくなって200を切りました、この外から7番のサトノカルダバル追い込んでくる後方からは10番のカルプスペルシュヤンキーバローズの追い込みですが内から粘る5番の西野ラバンダ、外から7番のサトノカルダバルが捉えて一馬身抜けたサトノカルダバル、佐々木大介、好塁2番手はどうか。 スタートしましまた6番のアーサーズ・ウェインが後ろから好ダッシュは5番、テイオー・エルビス外を並んで7番、タガノアンファン内から4番のドラマツルギー3頭の先行争いから4番、ドラマツルギー前に出ました3頭固まってその後ろ1番のソニックサンライズ4番手4コーナーから直線に向きます大外に出した6番のアーサーズ・ウェイン5番のテイオー・エルビス2番の名勝バスク最高峰ですが前からおしまいまではまだ4馬身の圏内坂を上がって ソンドは3番のパンジャタワー先頭、パンジャタワー先頭、その内に7番のタガノアンファン、それから外からじわじわ差を詰める5番のテイオーエルビス、内から1番のソニックサンライズですが先頭、3番のパンジャタワーに5番のテイオーエルビス、内から7番、タガノアンファン、3番のパンジャタワー、パンジャタワー、振り切ったゴールイン。